ですな。にわからです。にわかです。スピンコブラを作ります。にわからの処女作ですね。早いものでもう2年前です。気に食わない出来だったのでリメイクします。あれでプレゼント企画は迷惑行為です。せめてセンサー。反省はそこまでにしてください。動画に戻りましょう。組み立てが終わりました。使う部品を選びます。ホイールとタイヤは使います。シャーシは、使いません。内部メカも使いません。使うのはボディとボディキャッチ、ホイール、タイヤです。機構を組み込むために専用シャーシを新造します。サイズが合いません。次。ダメです。次。まだダメです。次。ボディ内に収まりました。部品を乗せます。後輪がグラグラです。とりあえずボディに合わせましたからね。ターボもスカスカです。寸法ミスです。今回は4駆にしました。これまでは後輪駆動ばかりでしたからね。ステアリングを考えます。単純にやると変な曲がり方になります。加えてギアが噛み合う範囲での切れ角では全く曲がりません。ちゃんとしたステアリング機構が必要です。ステアリング自体は簡単に実現できますが、今回は4駆なので難しくなります。シャフトを曲げても動力が伝わるようにします。熱伸縮チューブです。曲がります。回転させます。伝わりにくいですが引っかかりがあります。ボツです。スプリングを使ってみるのでジョイントを装着します。どうでしょうか？曲げながらでもスムーズに回転します。この方法を採用します。ステアリングと後輪を修正しました。後輪の延長部のデザインはリアルミニ四駆リスペクトです。フロントはスプリングが入るようにしています。モーターの力をシャフトに伝えられるようにもしました。回してみます。しっかりと動いています。もろもろ修正しました。モーターを回します。ギアとモーターの軸が固定されていません。あり合わせなのでギアの穴がコンマミリ大きいです。バイスで固定してギアに穴を開けます。ハンドルがあるタイプの CNC なのでこういった時に便利です。ネジ切りを買ってきました。サイズは M2 です。ネジ切ります。金属じゃないのでスルスルで不安です。芋ネジで固定します。ギアが柔らかすぎて微妙です。結局接着剤で固定します。シャフトを加工してステアリングに対応させます。切ります。無理です。切ります。無理です。置きます。無理です。切ります。無理です。硬すぎなので中空シャフトにします。これでも切れません。ステンレスですから。パワー。切れました。これに限ります。走行機構のテストをします。モーターを回します。後輪の力がしっかりと前輪に伝わっています。トルクもあります。スピードは？十分です。ステアリングはどうでしょうか？シャフトを曲げながらでも動力が伝わっています。ひとまずこれで OK です。回路図を書きます。今回の回路の構成は、センサブモータブサーボブです。センサブはフォトトランジスタと赤外線 LED から、モータブはトランジスタからなります。サーボブは配線のみです。シンプルな回路ですね。というか電源図は、小圧なり高圧なりしないんですか？回路には載せません。今回使うマイコンは、シートのシャオです。これの回路図を見てみると 3.3V への高圧回路を搭載していることがわかります。この電圧がマイコンに供給されているので電源回路は別途必要なしとしました。センサ類の電圧もここからもらいます。また、このマイコンはいつもの RG のカブトムシよりも小さいです。さらに USB からシリアルモニタも使えます。簡単に言うと超有能ということですね。そういうことです。回路図は完成です。実装基板図に移ります。よく見たら表面実装ですか。部品を揃えたのでやってみます。マイコンがキャノピーから見えるようにするために特殊な繋げ方をします。ピンをサイドにして高さを減らします。そのままでは確実にキャノピーに干渉しますからね。曲げる際にピンが折れやすすぎたので折れた箇所を修復します。なんとかマイコン側はできました。ソケットも丁寧に曲げていきます。少しでもミスるとすぐに折れるので慎重に。損失が少ないのでこれで良しとします。部品の配置についてもこれまでと異なります。マイコン下のスペースが使えないため全ての部品をマイコン外に出します。活動サイドはできるだけ幅を狭めます。今まではマイコン下に収めて回路を小型にしてましたからね。配置にかなり悩みました。さりげなくすでにバージョン2ですね。縦のスペースはある程度あるため配線は XH コネクタを使います。見栄えはいいですがサイズが大きすぎるのが難点です。コネクタのピンを減らすためにブランドなどは一つにまとめています。配線で分配すればいいですからね。できました。マイコン下に置けないため密集度が低いです。気分が悪いです。まあ、これでいきます。サイズがとてもシビアなのでモックアップで干渉がないことを干渉します。これで干渉したらアップアップで。は、悪い夢を見ていました。どんな？休日前日かけた回路が入らない夢です。バージョン見てください。現実か。はあ、視聴者がいなければ心折れています。どうどう。切り替えます。キャノピーからのマイコン銃は諦めて、収めることを第一に考えます。マイコンのピンをこんな感じにつけることで、縦かつできるだけ高さが出ないようにします。基板に直接反射しないのはなぜ？脱着でやりたい演出があります。密度が来ました。乗る回路だと配置が次々と思い浮かんで楽しいです。パズルですからね。ランドを飛ばしたりずらしたりして線を届けます。縦置きの XH コネクタを使うため表面実装からスルーホールに戻しています。そういえばランドが赤から黄緑に変わっています。このランドの黄緑と配線の緑が心を癒します。
当面実装は必要になればやることにします。あっという間に完成です。うん、気分がいいです。回路から庭から集合します。モックで干渉を確認します。まだ干渉しています。この程度ならボディ加工とシャーシ修正でどうにかなります。なくても問題のない部分を除去します。どうにもならなければ XH からピンソケットに変えます。それならギリギリ入りそうです。CNC で削り出すためにデータを作ります。配線と穴、外形のデータを出力します。これらをフラットキャムに入れます。切削の設定をします。今回はランドが小さい箇所があるため前回よりも掘りを浅くします。V カッターですからね。攻めルートです。これで切削用データが完成です。基板を固定します。両面テープとグルーガンでブレないようにします。CNC にセットします。切削スタートです。まずは配線を掘ります。掘りを浅くしましたが問題なさそうです。削りかすようにブロワーなり囚人機なり欲しいです。次に穴を開けます。最後に外形を切り出します。基板を台座から剥がします。シール剥がしヘラはこれにも 3D プリンタにも使えて便利ですね。基板の切削が完了しました。ハンダ付けします。ランドが小さいのでやりにくいです。掘りが浅いのでまだマシです。電動昇降デスクのおかげで見切れずに顔を近づけられます。圧倒的にやりやすくなりました。ステマ？ダイマ。てかいつもランド小さい言いながら太いハンダ使ってますけど、細いのも持っていますよね。在庫です。わお、今のペースだと一生かかりそうです。と喋っているうちに完成しそうです。あっという間に出来上がりです。素子自体は少ないですからね。CNC にしてから回路製作が早くなりました。エッチングや外形切り出し、穴開けがいりませんから。シアンのステアリングを詰めます。曲げます。かなり硬いです。それに切れ角も小さいです。曲げる際に、バネが伸びなくてはいけません。つまり位置が固定できないと。固定して曲げると、こんな感じに余りが出ます。わかりやすくするとこう。バネの方法は無理そうですね。思いつきの機構だったので問題ないです。チクチク、4クラジコンのドリフトパッケージライトを参考にします。ボールジョイントです。再現します。しっかり造形で印刷してきました。設定では精度的に無理でした。動かします。回っています。装着しました。まっすぐ、オケ、曲げ。ダメ。スムーズさが足りないです。スムーズさの比較。引っかかりがあります。レジン同士の滑りが悪いです。削り合ってそうです。製品。格が違います。テフロンでしょうか。ベアリングでも入っているかのような滑らかさです。どうしよう。何かいい手はないでしょうか。目の前にありました。これを使います。あり？目的はスピンコブラの作成です。ボールジョイントの自作ではないです。メーカー。シャーシを対応させました。動かしてみます。まっすぐ。オケ、曲げ。オケ、逆。オケ、形がまとまってきて気持ちよくなってきました。切れ角を大きくして全体を出力しました。わかりにくいですが結構違います。切れ角の拡大に伴ってボディの干渉があったので、そこも修正しています。サーボを乗せます。地味にステアリングのボート干渉しています。修正します。修正しました。最終バージョンなのでメモはないです。センサ台の作成とステアリング棒の修正、配線も完了しています。あとはマイコン制御でのステアリングのテストをして組み立てるだけです。スイッチオン。センサに手をかざします。動いてないです。あれ、なんで？撮影直前は動いたのに、バッテリーの配線が切れていました。許しましょう。グルー忘れですね。スイッチオン。比例制御なのでセンサーと物体の距離に応じてステアリングを切ります。動きました。あの、どうしたんですか？もう、無理です。え？よく見ると最大限近づけても切れ角が小さいことがわかります。このサーボアレイから180度までしか回転しません。前も同じ回転角でしたが十分な切れ角がありました。それは軸のサイズが大きかったからです。前回の経験もあったためテストもせずに楽観視していました。作り直しです。最終版だと思って印刷中に編集も完成想定で進めていたため試みきました。また、長時間の印刷のためか 3D プリンターが故障しました。だから落ち込んでいます。これもバイスイントルーダー同様凍結。はしません。ここでやめるのは甘えです。今回は技術的に無理ではないからです。でも逃げましたよね。3D プリンターを直していました。早速修正点を考えます。切れ角を最大にするのに必要な直径を求めます。円周約 12.8 必要ですね。180度までの回転角なのでその倍です。よって直径は8です。当てがってみます。かなりギリギリです。ステアリング棒もつくため確実にシャフトに干渉します。棒を上につけてはボディに干渉します。シャフトを下にずらしてはギアが噛み合わなくなります。サーボの軸を 6.5 くらいにします。もう一つ問題が残っていました。ギアをつけて基板を乗せるとそれぞれが当たるため、基板置き板が必要です。
そうすると厚みが増すため今度はボディと干渉します。そのためピンは諦めて配線直付けにしました。ステアリング周りを修正しました。動かします。切れ角が来ました。修正前、角が違います。切れ性よも分かりやすくなりましたね。円周が長くなると外周の速度も速くなるので、キビキビ感が向上しました。うん、グッドです。全てのパーツが揃ったので組み立てます。ここまで本当に長かったです。シャーシの作り直しが34回、全体の印刷回数は100回以上です。制作期間も毎日稼働して1ヶ月かかりました。その分学びもあったので制作速度の向上を願います。最初から最適解で制作できれば2週間以内でできる内容だったので、この程度のレベルであれば試行錯誤込みで3週間で完成できるようになりたいです。できました。四駆自動ステアリングスピンコグラです。専用シャーシなのでうっとりするべきです。白色なのもグッドポイントです。ボディもメタリックに塗装してみました。今回もですが塗装とシールで完成度が下がるのが悲しいところです。機能性なので回数を重ねて地道に上達しましょう。上から見るとただのスピンコグラです。今回もロマンを詰めることができました。2年前と比べるとクオリティは雲泥の差です。パラレラバタトロが燃え尽きたので今回を最終回にしましょう。ほい、アワーは沈めばアワー。マジっすか、爆発しそうです。それでは動作へ。レッツゴー。物体を検知してその距離に応じてステアリングを切ります。ロマン機能なので実装時は切れ角が大きくなりやすく調整しています。切れ角小だとそのまま突っ込みますからね。走らせます。スピード感があります。速すぎ。遅くしました。制御がわかりやすいです。ご視聴ありがとうございました。それではまた。